攻撃していったので、試合が続いていくほどフルトンはどこをどうやって守ればいいのかに混乱していきました。なので序盤ではしっかりボディジャブをブロックしていましたが、8回に入るとフルトンのガードに隙が空いてきました。ここで井上はボディジャブをヒットしています。そしてフルトンのガードを見ると、右は上がっていますが左が下がっているのが見られます。井上はこのミスを逃しませんでした。数秒後、井上は同じジャブをボディに打ち、フルトンのガードを越えて右を顎にヒットしました。フルトンはぐらつき、立ち上がってバランスを整えます。井上は猛スピードで距離を詰めて左フックを顎にスマッシュしてフルトンを吹き飛ばしました。これでも KO されてもおかしくないけど、フルトンは気が強いボクサーです。なんとか10カウント以内に立ち上がりました。井上は KO モードに入り、フルトンをロープに詰めて倒しに行きました。フルトンはロープから回ってホルディングに入ろうとしますが、井上はそれを許さずスペースを作り、左ボディをヒットして攻め続けます。この時点ロープがなかったらフルトンは倒れています。井上はフルトンをコーナーに詰めて強烈な連打を仕掛けていきました。だけどフルトンはまだ諦めていません。ガードを固めてここでパンチも打ち返しました。ここで井上はパワフルな右をガードにスマッシュして、それから左をヒットし、この右はミスしますけど、その後の左はガードの裏に当たっています。ここでレフリーはとうとう入りますが、その瞬間に井上はラスト一発を当ててフルトンはキャンバスに落ちました。